お疲れ様でですす舞姫大学の特別講義でございます今回はね2024年に徹底的にここだわっってていいうかと思っている YouTube でございます特に最近は AI ツールなるものが出てきて AI で簡単にワンクリックでポーンとね作ったものを YouTube に上げるとこれでアクセスが集まって広告収入が上がりますよとほとんど不労所得じゃないですかみたいなねコピーがあるんですよ。 でその AI ツールを使うためのコンサルティングみたいなのがね有料で販売されてるっていういつものお決まりのコースでございますえ当然こんな形のビジネスが出てくることを専門家である YouTube 世界一の企業である YouTube が予測しないわけはありませんもちろん AI ツールを使って悪いことはないんですけども AI でワンツースリーポンで作った動画が大量に世の中にあふれちゃうとこれはこれでね面白くないんですよ ですので YouTube の質を下げるという判断になりますので利用規約の変更が年末年始にありましたで簡単に言うとね AI で誰でも作れるようなものを量産すると繰り返しの多いコンテンツというふうに判断されて広告審査が下りないわけなんですよねで場合によっては YouTube のアカウントからも制限をかけられてしまうってことにもなりますですので使い方としてはあくまでも放送している人が主体なんですよね で、補助的に AI の BGM が流れていたり、AI の効果音が出ていたりとか、そして何かね、えー、著作権に関する動画を上げないといけないときに、それをイメージした AI で作った動画なり画像が出てくる、みたいな形にするという形で、補助的に使って、この人は放送者の個,じあの個性をちゃんと出しているよねっていうふうに判断させないといけないんですよ。ね。ですんでね、YouTube も AI で AI のこうクリエイティブな コンテンツを作ってるかどうかってことを判断するんでむちゃくちゃ見抜かりやすいんですよですんで用心していただきたいかなと思います最初から最後まで AI で喋りっぱなしとかねあと VTuber ってのもどうも制限されてますで全くダメなのがゲーム実況ですよね、まあ、こういったものは全部取り下げられてますねで映画解説につきましても結構ね著作権とそれから AI 解析の問題でうまくいかないってことになってきます例えばチャット GPT でこの映画の ストーリーを簡潔にまとめて3ポイントで説明してくださいみたいなねクエスチョンを入れると確かにねすごくいいようにまとめられたあー3ポイントのあらすじっていうのが出てくるんですよでそれをそのまんまアップロードしたんじゃダメですよってことなんですよだって AI が AI で作られた文章を判断するんでああこれは AI で作ったなんて判断するんですよあくまでも私たち人間が不完全ながらに解釈したもので当たり前のようなね視聴者の感覚で アウトプットしたものを YouTube は広めたいと。その中で競争してほしいっていうことらしいんですよね。まあですんでね、人間が介在せずに AI でワン、ツー、スリー、ポンってやつだと、もうこれはね、YouTube が自動的に自分で AI でそういった動画を作りますよでいいわけなんですよ。なぜそれをしないかっていうと、それは私たちにその判断が委ねられているってことなんですよね。まあですんでね、なんでもかんでも AI で作りました。顔出しせずに作りました。これはね、やっぱ厳しいですね。 まあ王道は、まあ私がやってるみたいに、まあ、編集はするにしてもですね、テロップをつけるにしても、BGM は交換音をつけるにしても、実際にクリエイターがこういうふうに出ていくってことが、まあ、王道なのかなと思います。で、顔出しができない事情の方は別の方法を取っていくってことで、最初から最後まで AI に頼りっきりで、これはなんだ AI の動画かっていうふうになると、ちょっと前に流行ったね、あのエンディングロールですか。 単なるニュースをコピペして上から下にね音楽とともに流れるだけみたいな要するに動画でありながら紙芝居であったりとかね視聴者さんが読むっていう行動になっちゃうやつこれは YouTube の質を落とすので随分前にダメになりましたけどもあの時もねコピペだけで稼ぐ YouTube のやり方みたいなね自動販売機作成方法みたいなそういったコンサルがむちゃくちゃ売れましたけどもそのコンサルを当てにして YouTube デビューした方ってのは軒並み廃業してるでしょ で私はこうやって顔出しでライブやったりねプレゼント企画やったりとかね、えー、それからロケに行ったりとか車の撮影をしてみたりとか何かの分解の撮影とかそれからあのクッキングやってみたりとかね子育てやってみたりとか、まあ、こういったものなんでしょうね。まあ、私もちょっとねいろいろやりすぎてはいるんですけどもなんかその専門チャンネルでありながらやっぱりね、えー、独自の個性を生かしたものとか AI に頼りきらないものこういったものが、まあ、前提になるんじゃないかなと思いますね。 私たちも動画を見てなんかこれ別のところで見たストーリーと似てるよねみたいなのはあまり必要ないと思うんですよまあですんでね最近では YouTube の漫画チャンネルねあのフェルミ研究所みたいなのがありますよねバベル裁判所みたいなのあれの焼き直しのアニメっていうのが結構出始めてるんですよでそっちの方は繰り返しの多いコンテンツということで閉じられている可能性がありますね私の好きなのはね飯の種ってやつなんですけどね あれもなかなか面白いんですけどもその他似たような飯の種をパクったようなやつっていうのは出てきちゃ消えてますね、うん、だからやっぱり厳しいんでしょうねああいうのもね、うん、はいじゃあまあこういった前提で2024年、ね、頑張っていこうと思いますそれではありがとうございましたお疲れ様です